スタンス、さきろチャンネルのたきろです。今日は5月30日日曜日ですね。ただいまですね、湾岸線を気持ちよくソニカで走っておりますが、いい天気ですね。関東まだ梅雨入り前ということなんですけれども、もうこのまんま夏を迎えてほしいですね。ということですね、ちょっと今日は、久しぶりソニカ、久しぶりじゃないか、ソニカでせっかく高速を走っておりますので、湾岸走ってますので、ソニカのプチインプレッションを行いたいと思います。現在マニュアルボード6速で90キロ3000回転なんですけれども、本当に快適ですね。この辺もあのアスファルトちょっと荒れてまして、少し、タイヤの走行ノイズが入ってきますけれども、まあ、お分かりになりますかね、風切り音ほとんどないです。横風が吹くとボディの横とかですね、テール周りに当たった風の音が今ちょっとしてますけれども、正面、いわゆる速度に対する音っていうのはこの車本当に風切り音は少ないですね。今ちょうどいい具合にちょっと荒れた走行、タイヤの走行ノイズが入ってきてますけれども、ほとんどがリアです。なのでリアタイヤからの走行ノイズ、タイヤのノイズですね、抑える方向でカーペットを張ったりすると、とても良い方向に、なるんじゃないかなと思います。あとはあのスペアタイヤを置いてあるトランク下とかですね、吸音材を敷き詰めるとかなりいいんじゃないかなと思います。現在はマニュアルの6速で90キロ3000回転ですね。超快適。もうこのソニカの直進安定性の良さって素晴らしいですね。当然直進しながらこう微妙に修正入れていくんですけど、この微修正のところがですねしっかりしてていいですよね、ソニカ。まあ、もちろんあの高額の車のようにより高品質な滑らかさっていうのはあの比べるべくもないんですけれど もう十分ですよ。快適です、この車で。ドライブと何なんでしょうかね、この車の良さって。まあ、デザイン気に入ってる人はソニカから離れられないはずですよね。今のダイハツムーブ、現行のムーブとかですね、あとはまああの同じようなこのソニカと同じような走りができるのかなと思って気になっている、ホンダの N1、最近モデルチェンジしましたけども、
の辺どうなんですかね。このソニカをもっと現代風に良くした感じで、とてもいい車なのかなっていうふうにちょっと想像してるんですけれども、当時でこれですからね、ソニカで。まあ、細かいところ言えば中古車ですから12万キロ、まあ私が2万キロ走ったので10万キロを超えたところで買ったソニカなんですけど、もうその時の値段からするとですね、この車はもう本当に言うことなしですね。そういう値段で、安いお値段で買ってますから、消耗部品とかですね、これから出てくる、まあ、年式なりのやれが出てくる部分、交換が必要になってくる部分というのは、しばらくの間変えていってももう全然元が取れると思いますね。いやもう本当ね、ちっちゃい車大好きですよ。まあゼロクラウンに乗ると快適で、で人をなんて言うんでしょうね、しっかりと丁寧に大人の走りをさせるような乗り味っていうのはとても大好きなんですね。ゼロクラウンの良さって一言で言うと静けさだと思うんです。無音じゃないんですよ。いろんな音は入ってくるんですけど、ドアを閉めた瞬間にふっと静かな感じになるんですね。究極静かってわけじゃないですよ。そんな車たくさん他にもあると思うんですけれども、ゼロクラウンの良さっていうのは静けさの演出がうまいんだと思うんですね。なのであれはあれでですね、乗るととても丁寧に車を乗って、でまさに乗せている人たちが快適だと思います。ソニカはですね、例えば乗ってる人たちも不快ではないでしょうけども、このボディサイズですから、まあ、せいぜい2人か後ろに子供が1人ぐらい、それ以上乗るとやっぱりちょっと狭さを感じてくると思うんですよね。あとはそのボディサイズなりにやっぱ車揺すられますから、複数人で乗るときには限界はあると思うんですが、こうやって、今日用事があって1人で移動する分についてはですね、もう超快適ですね。本当に次もソニカを買いたいぐらいですよ。というか実際に皆さんそういう方多いんですよね。本当納得です。まあ、個人的にはですね、まあ、ほとんど不満はないんですけれども、これが多段 AT だったらいいですね。これがマニュアルだって、ソニカはマニュアルで乗る気はあんまり私ないんですけれども、これが7速 CVT ではなくて、多段型の、AT だったら面白いなと思いますね。まあ、でも重量がかさんでしまうんでしょうね、きっとね、そうすると。なのでまあこの CVT で十分楽しめてるんで、これで十分です。はい、ということで、ですね、ちょっと目的地に着きましたので、皆さんどうぞ良い日曜日をお過ごしください。私は用事を済ませて帰るまでに雨降らないでほしいんですね、八王子が。はい、それではキープディスタンス、皆さんどうぞ良い日曜日をお過ごしください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。